チャンネル24をご覧の皆さん、こんにちは。アップマックスさんの仕入れ担当バイヤーでございます。今日はこの通勤や通学に良さそうなリュック一緒に見ていきましょう。やっぱりカバンですから、中にどれだけ物が入るか皆さん気になりますよね。ほい、まずはこれ15インチの MacBook Pro、 この部分が PC 入れですね。クッションがありますよ。こっち側にもこっち側にも、ね、両方クッションが入ってる。あとはこの荷物入れの部分、ここには雑誌が入ります。手帳も入りますね。小分けにするポケットもついています。ここからはね、 iPhone が取り出せます。ちなみにこのポケットは、ケースに入れた iPhone6 Plus も入れることができました。あとはペン差し1本2本入ります。ここはお財布なんかを入れるのでちょうどいいんじゃないでしょうか。本なんかがね入る小分けのポケットもあります。サイドの部分にはペットボトル差し、使わないときはファスナーを閉じておけばコンパクトになります。一番外側の部分に小さいポケットがあるので、こういったケーブルとかですね、バッテリーを入れておくことができます。肩紐のね、服がかかる部分にはこういう丈夫な布地で補強されているので、そのあたりはタフにできていそうですね。背面はこんな感じでメッシュになっていますね。パッドはしっかりしています。色合いがちょっとおしゃれ、デニム地とも違うけど普通のね服みたいな、そういうね風合いがあるので、カジュアルだけどおしゃれ。そして全体的に生地が薄めに作られているので軽い、とても軽いです。ちなみにこのソロツーリストっていうブランドはですね、旅行用のバッグでとっても有名です。このバッグ以外にもですね、トートバッグとか、ポーチみたいなもの、あとは、手提げタイプのカバンですね、もうたくさんラインナップがありますので、ぜひですね概要欄にあるリンク先からご覧ください。こちらの画面の上に出ている i のマークをクリック、もしくはタップすると詳細情報が見られますので、ぜひチェックしてみてください。